リメイクさんとの小鹿野ツーリングから帰ってきました。6時半に帰ってきて、6時半にナイトツーリング出発です。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。このなんだグランドジンクに乗り換えていくんだけど、先週土曜のキノコツーリング以来、道端に置きっぱなしにしてたら埃で真っ白になってます。洗う暇もなく。じゃあパンチョに行こうか。行きましょう。行きます。かっこいいですか。風呂上がりのニョッキー、今日はこっち行きますか。片手両手で行くか。モスコ取ってくれ、取ってくれ、おい、え、取ってくれ。の2 あ、ぶつか、せーの、ゼロ、せーの、1! せーの、1! せーの、0! せーの、0! じゃあ、これ。どこだ？あれ、どこだ？これだ。4番。買う。こっちです。線がない。はい、ナイトツーリング何回目だっけ。5回ぐらい。延長戦の2回目 ?3 回目 ?3 回目。延長戦の3回目。ってことは、来週で最終回か。来週。今日は僕と安倍さん、淳さんと息子の4人でした。なんか面白いことはありましたか。面白いことというか、自分のバイクが。フロントタイヤがパンクしたことと、それと、うん、あとは阿部さんに、そうですね、モスコさんがまた、またモスコ盛大にこけた。あいつなんだっけ、
40は過ぎたから膝がどうのとか言ってたけど転んでぶつけただけだよね。そうですね、40過ぎたから1キロ増えたら膝が痛いって言ってましたけど、ああそのせいじゃない盛大にこけたせいだと思いますね。あ、こけたこともう忘れてたんじゃないの。記憶障害っすね。でも今日は靴箱の鍵は持ってたね。なくさなかったです。じゃあ来週は最後なので高いところに行きましょう。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様です。しかしあれだね、ナイトツーリング結構続けてたけど、あの参加者増えなかったね。そうですね、やっぱりあれじゃないですか、昼間に走る対象の方が多いんじゃないですか。夜出られる人は俺らの周りにはいなかったっていうか、でもさ、夜道空いてるし風も気持ちいいし、夏場のナイトツーリング良かったよね。良かったですね、まあ来年もまた夏はやりましょう。はい、お願いします。はい、トモチャンプさんです。どうも、お久しぶり。お久しぶりです。元気でしたか。なんか誰か噂でなんかコロナになったり聞いたんですけど大丈夫だったんですかね、わかんないですけど。気合が足りないんじゃないか。ねえ、あんなのただの風なんですけどね。おかしいですね。ワクチン3回打ったらしいですよ。風なんかなってないでさっさと遊びに行こうぜ。行くぞ。ごめんね。はい、八王子で久しぶりに友和さんと会って、小山田まで帰ってきました。これから保土ヶ谷パーキング、第三京浜保土ヶ谷パーキングまで原付ツーリングに行きます。嘘ですよ。軽トラに積んで行きますよ。入れないから。なんだって、ライトニングガイドも。ああ、それ中身完成品だから振らないでよ。バンバン振っちゃうけど。おお、あ、しかも迷彩で塗装してるんですよね。マスキングしてスプリッター迷彩のアムロカラーだな。皆さんね、ライトニングゼータガンダムぜひ買ってください。かっこいいですからね。今でも多分まだ手に入ると思いますよ。そんなに古いやつでもないんでね。これね、作ったの5年前で、アンテナの真ん中のパーツ紛失で、あ、ここですか。ずっと放置しちゃう。だからそれアンテナだけ違うのがついてる。あ、ここにね、もうこうもう2ついるんですよ。そうだね、ゼータだからね。はい。アンテナだけ違います。で、まあ一応完成して写真撮ったのでヤフオクに出します。ぜひ皆さん、欲しい人は丁寧に作ってありますのでね。自分で作ろうと思ったらなかなかできないですよ。これね、このキット発売になった時に4つか5つまとめて、あ、そうですか、スプリッター迷彩のアムロ仕様を作ってバーッと売れちゃったんだけど、はい、それがだけ残っていた。当時人気でね、あのスーパーフミナが売り切れてね、高値で転売されるなんて事件も起こったぐらいのね、シリーズの人気のガンプラでした。ずいぶん前だよね、もう5、6年前。年数数えるとドキッとしますね。もう5、6年経ってるんですよね。、これも人気でね、一時買えなかったっすよ。手に入らなかったっすよ、これも。そうかもね。ああ、もう貴重なもの見られて。はい、
保土ヶ谷パーキングに到着しました。なんか誰も来てないね。ですね。まあ台風接近して雨も降ってるし、ピントが合わない。なんだ？真っ暗になっちゃったぞ。ピント合わないですね。あれ？今日は事務所バックだ。この辺で。あ、今日は保土ヶ谷パーキングの集会に来たのですが、雨で誰もいません。残念ながら物好きはいませんでした。じゃあ帰ろうか。帰りましょう。帰るのが近い。おお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 あら、お疲れ様です。雨の中トトロみたいにずっと立ちすくんでます。誰も来ねえよ。バイクで、歩いてきました。歩いて歩いてね、暇崎タクシーっていう。潤沢ですね。潤沢ですから。トムさん原付で来ましたよ。僕は原付で入りましたよ。おー、さすが。ここ入れるんだ。原付で入れるの。あるよ原付。気持ちが高ければ、ね、気持ち高ければ、ね、おはようございます。おはようございます。あ、小林さんも、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、石ちゃんはあれはどうしてたの。あれはちょっと今日脱敗したさよなら石ちゃんなんかあっちのリメイク組に入ったっていうのは聞いたんですよ。伊藤塾っていうのがある。伊藤塾、うん、その中のおめもだろ。伊藤さん、ありがとうございました。65キロ出るようになりました。ありがとうございます。